意味ね。あんまりジロジロ見られると照れますパン。キーマリ、あんたのあだ名はワンパンよ。投げやりのあだ名パン。じゃあダパンにする？もっと投げやりパン。じゃあワンパンでいいじゃん。ねえワンパン。ワンパンワンパン言うなパン。いじめだパン。ひどいだパン。お前もパンパン言うなよ。そっちだからな。相手を甘く見るなよ。汗の分だけ血を流さずに済む。だからってなんで腕。
一気に片付けてやる。早いのがいいんだけど。ファイヤーボーン。やったな。クールズだ。シュウコガハ。疾風戦シュウマジ。せめせめ、やったね。ノーマ、何をしている。何を怒ってんだよ。皆さん、こっちだキュー。シャーリーさんを護送する部隊が間もなくここに差し掛かります。作戦の最終確認をしましょうか。はじめにウィルさんとノーマさん。はい。僕が合図したらありったけのブレスを隊列の先頭にぶちかましてください。敵を足止めし、注意を前方に集中させるためです。わかった。任せて。ウィルさんたちが行動を開始したら間髪入れずキュッポたちも動いて。あっちに潜んでいる仲間たちと一斉に大声を上げればいいんだキュ。任せろキュ。キュキュキュ。そうしたらいよいよ仕上げですね。セネルさん、クロエさん、お二人にはあらかじめあの物陰に隠れていてもらいます。僕がシャーリーさんの近くに向かって煙幕玉を投げつけます。お二人はそれを合図に飛び出してシャーリーさんの身柄を押さえてください。その後は毛細水道に入り中の非常通路を使って逃走してください。わかった。本当に大丈夫ですか？不安だな。
言っておくけど、お二人の連携が成功の鍵を握ってるんですからね。ジェイ、そろそろみたいだキュ。だそうです。それじゃ皆さん準備を。カッシェルの姿は見えないな。トリプルカイツが2人もいると捉えるか、3人いなくてマシと考えるか。始めますよ。いいですね。5 4 3 2 1。キュッポたちが先に動いたのか。違う、モフモフ族のみんなはこんな下品な声出さない。一緒にいるのは誰だ。
前、どけ。レイナードのブレス攻撃か。シャリー、今のうちに遺跡の中へ。セネルさんとクロエさんが毛細水道内部に入りました。よし、ノーマ、来い。キュッポ、ポポ、ご苦労様。キュッポたち何もしてないキュ。いいんだよ、予定通りみんな毛細水道の中へ入ったんだから。バカ山賊に引っかき回されたってのがどうも気に入らないけどね。セネル、クロエ、ブズカ。リッちゃんは？そう遠くへは行っていまい。急いで探すぞ。一気に片付けてやる。ライトニング、発撃ショー、シュー、発撃ショー、ストーンブラスト。何をするつもりだ。シュー、魔人拳。やれやれだな。クールスタッフ撃勝、シューン魔人拳。クロエ、畳みかけるぞ。ファイル任せてくれ。発撃勝、次定め。シューン古賀破山。襲ってくるのが悪いんだぞ。魔人拳。間に合ってよかった。シャリー、降りられるか。うん。フェニモール、先に降りて。だって下にいるの陸の民じゃない。どうして敵のところへ行くのよ。敵じゃないわ、見てたでしょ、私たちを助けに来てくれたんだよ。早くしないと追っ手が来るぞ。フェニモール、お願いだから。いやよ、あんただけ行けばいいでしょ。そんなことできないよ。あの少女は何をためらっているんだ。フェニモール、さ。嫌だって言ってるのに、陸の民なんか信用できるもんか。フェニモール、そこまでだよ貴様たち。
そこのマリントルーパー、崖から叩き落としたってのによく生きてたもんだね。だが今度こそ終わりだよ。シャリー、そこから飛び降りろ。受け止める。そうはいかない。何の振動だ。ここがどんな場所か知らないのかい。だったら教えてやろう。答えはこれだ。危ないところだった。あなたは。俺の名はワルターだ。ワルターさん、あなたも水の民なんでしょ。まこと名はデルクエスだ。デルクエス、黒い翼。私、そのまこと名に聞き覚えがあります。気がついたか、クーリッチ。立てるか。あ、すまない。ここはどこだ。毛細水道とやらの一番下だ。俺たちは延々流されたってわけさ。流された。私は確か水に飲まれて。クーリッチ、お前は私を助けてくれたのか。泳げない奴を放ってはおけないからな。気づいていたのか。見事な金槌っぷりだった。なんてことだ、今まで誰にも知られないで来たのに。そんなに嘆くことでもないだろう。たかが金槌だ。私にとっては大問題なんだ。金槌がか。金槌、金槌言うな。お前に私の気持ちがわかるものか。よりによってクーリッチに知られてしまうなんて。
誰にも言うつもりはないけどな。そういう問題じゃない。ないのか。あるけど、ない。それだけ元気なら心配なさそうだな。出発するぞ。上へ戻るんだよ。ウィルやノーマンも探さないと。ああ、そうだったな。しっかりしてくれ。うるさい。そっちだからな。こっちはなんともない。問題はここからだな。シャーリーが心配だ。急ごう。二人は先に行け。俺がここで敵の足を食い止める。でもワルターさん一人じゃ。この先の人目につかないところに隠し小部屋がある。そこに隠れていろ。俺もすぐに行く。シャーリー、ワルターさんの言う通りにしよう。あ、うん。奴らが来た。早く行け。お姫様を守る騎士が変わったようだね。面白い技を持ってるね。あのマリントルーパーより楽しませてくれそうじゃないか。一気に片付けてやる。
つでしょう。後方からの援護があると確かに安心して戦える。攻撃に巻き込まれそうになったけどね。あはは、それは気のせいだって。ところで会うとは奇遇じゃの。お前はマリア達の君って待ち、一人変な呼び方したじゃろ。 JJ の真似しただけだもん。モーゼス、こんなところで何をしている。水路の真ん中歩いちゃったらいきなし水がドッバーきよっての。あれよあれよと下まで来てしもうた。まいったわ。キッ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 。ここで会えたのも何かの縁じゃ。こないだの続きとしゃれ込むかな。状況をわきまえろ、バカ者どもが。なぜ俺まで。敵だの味方だの生きがっていられる状況でもあるまい。なり合いはごめんじゃ。あいらは勝手にやらせてもらう。ならば好きにしろ。俺たちの邪魔はするなよ。するなよ。隠し小部屋、きっとここね。シャーリー、しっかりして。あんた熱があるじゃない。さっきの水に海水が混ざってたみたい。いつものことだから心配しないで。
んたが海水苦手なのって生まれつき？ううん、昔はなんともなかったわ。3年前からかな。何か原因があるわけ？それは俺だ。ワルターさん、大丈夫ですか？コレシキの傷、どうということはない。どこがコレシキの傷なんですか？動けるのが不思議なくらいです。問題ない、早くここを脱出。無理しないでください。どうしてこんなになるまで。これが俺の使命だ。ワルターさん、ちょっとどういうこと？シャーリー、説明してよ。口の聞き方をわきまえろ、娘。この方が誰かお前は知っているのか？やめてください。この方こそ俺たち水の民の希望、4000年の時を経て現れた導きの星、ワルターさん。輝く人、メルネスだ。
に手を出したのはそっちだからな。噂を聞いてずっとどんな人なんだろうって思ってた。囚われの身になってからはますますメルネス様の存在を信じるようになった。私たちをお助けください。水の民をお導きください。そればかりをずっとずっと念じてきた。フェニモール、それなのに私の仲間が次々殺されてる時にあんたは何をしていた。陸の民と暮らしていただ。お兄ちゃんだ。ふざけるな。あんたがグズグズしてたせいでこっちは仲間を全員殺されたんだ。メルネスならメルネスらしくさっさと責任果たしなさいよ。よせ。アルターさん、あなただって言いたいことあるでしょ。俺はメルネスを信じる。ワルターさん、あの男が消えたのはこの辺りだ。徹底的に探せ。奴らが来た。フェニモール、あなたまで。ピッポさんにもらった貝殻、こうなったら。で、どうしてあんたは私らの後ついてくんのよ。我らこそワイらの意向に先回りすんな。本当の邪魔じゃ。あーもうムカつく。バカ三族のくせに。バカ言うな。ついでにバカガルフ。トーマ、相手にするんじゃない。クーリッチ、何か光っているぞ。ピッポにもらった貝殻だ。シャーリーが俺を呼んでいるのか。わかった、シャーリー。すぐ行く。
シャーリー、近くにいるのか。ここか。なんじゃ壁に向かってブツブツと。見つけた！お前は、シャーリーは？いない、うん、床に倒れているのは空を飛ぶ男か。どうしてここにいるのだ。なぜお前がその貝殻を。いや、クーリッチ、相手は怯えている。落ち着いて話すんだ。そうだな。それ、シャーリーが持っていた貝殻だよな。シャーリーはどこへ行った。頼む、教えてくれ。あの子、自分がおとりになるって言って一人で飛び出していったわ。いつ。ちょっと前。急げばまだ間に合うはずだ。クーリッチ、行こう。モーゼス、頼みがある。え？そこに倒れている男をギートに乗せて運んでくれないか。ちょっとセネセネ、何考えてんの。前にリッちゃんさらったやつだよ。分かってる。だけど俺たちがこいつを助けることをシャーリーはきっと望んでいるはずだ。だから少女に貝殻を託して俺たちをここへ導いたと。なんでワイがそがいなことせにゃいけんのじゃ。あれは勝手に盛り上がってりゃええ。ワイの根気のあで人手なし。最低。このバカ三族。はもんな。仕方ない、担いでいこう。本気か、セネル。お前も俺たちと一緒に来い。え、どうして。待たんか。なんで我はそこまでするんじゃ。娘っ子の希望が我の想像通りだとして我がそこまでする理由があるんか。そりゃ最愛の妹の願いとあっちゃね。妹？シャーリーはセネルの妹だぞ。まさか今まで知らなかったのか。知らなかったっぽいよ。妹の頼みか。そりゃ無限にはできんの。ギド、背中貸してれ。あ、モーゼス、いいのか。今回だけ特別じゃ。これでよしと。早くシャーリーを追いかけよう。ああ、
相手を甘く見るなよ。相手に見る。シューズ怪我判断。こいつには効かないぞ。鍛錬に流した汗の分だけ血を流さずに済む。だからって、なん。手を甘く見るなよ。ストーンブロック、魔人剣シューズ小田畑、ライブファイヤーボール死にさ。待て待て待て、
だ生きてたのか。つくづくしぶとい奴らだね。シャーリー、今助けてやる。お兄ちゃん、デカガメ？こいつの頑丈さは半端じゃない。メラニンめ、厄介な置き土産よ。私たちに太刀打ちできるのか。シャオー、我ら何ビビっとんじゃ。相手がドガーのやつだろうが、引くわけにはいかんじゃろう。その通りだ。あとは俺たちに任せろ。よう、さっさと片付け。情けない姿さらしたらワイが許さんぞ。一気に片付けてやる。はくらえ、はくらえ、シュー、クロエ、畳みかけるぞ。任せてくれ。クーネクランストーンブロック、シュー、コガハザ、発撃ショー、ハクライ、ジアリン、シュー、マシンケン、何か狙ってんの、トーンブロック、チリサダメ、もう一押しだ、発撃ショー、トーンブロック、発撃ショー、空裂弾、トレイン、シュー、コガハザン、発撃ショー、発撃ショー、シュー、ジアリン、マシンケン、ライトニング、頑張ってよシュー、コガ、何をする、チアリング支援助かる、クソ、ま、爆撃ショー、チリクラメ、シュー、マジンケン、ファイヤー、やったな、ソレッタ、ありゃ、私気になって夜も眠れないものがあるんだけど。くだらないことだったら怒るぞ。前に戦ったでっかい亀なんだけど、なんで洗濯物干してたの？それはウィルは魔物に詳しいんだろう。教えてくれよ。俺も気になった。あれは白亀最大の謎なんだ。どこへ連れて行かれたんだろう。あなたがシャーリーのお兄さん。ああ、そっか、あの子の言った通りだったな。シャーリーが何か。うん、あのね、あなたたちが来るちょっと前、私がここから出て彼らの目を引きつけるわ。彼らの目的は私だから、きっとうまくいくと思う。あんたにそんなことできるわけない。口先だけでカッコつけないでよ。この貝殻を持って強く握ってて。動けないのに。その貝殻が
どうして言い切れるのよ。だって私のお兄ちゃんだもの。シャーリーがそんなこと。貝殻返しとく。助けてくれたことには礼を言います。ありがとう。そうだな、よかったよ。なんでそんな顔するのよ、陸の民のくせに。フェニモール。あ、もう回復してやったんだからお礼くらい言いなさいよ。セネルさん、キュッチ、リッちゃんどこ行ったか知んない？あっちの方だキュ。ジェイの話だとセッカの遺跡に向かったらしいキュ。バースラフの本体がいるところだな。ここからだと4時の方向になる。ワイも一緒に行く。一緒に行くとはどういう風の吹き回しだ。バースラフのやり方が気に入らんのじゃ。だからぶっ潰す。そんだけじゃ。我ともいろいろあったが一時休戦にしといちゃる。同じ目的を持つ者同士手を組むとしようかな。おお、男同士の熱くて濃い友情が今成立しなかったと。何すんじゃ我。やかましい。何綺麗にまとめてんだ。元はといえばお前がシャーリーをさらうのが悪いんだ。そんくらい水に流さんか。ここは黙って握手の場面じゃろ。流せるか。ぬひクーリッチ、毛細水道の中では世話に。おや、雪解けですか。そういうわけじゃ。よし、行っちゃるか。魔法好き、あくまでついてくる気なんだね。束の間の自由を満喫したか。マリントルーパーも去ることながら山賊どもも放ってはおけんな。カッシェル、貴様に任せる。かしこまりました。とんだ余興が入ったが、本番はこれからだ。この石化の遺跡の中で貴様は得難い体験をするだろう。え